佐藤義弘は、佐賀県鳥栖市出身の元プロ野球選手、宇藤左田、鳥栖高三年春の選抜に出場。夏は、県大会決勝で2本塁打を放つが、同期でプロ入りする野中慎吾のいた、神崎高に敗れる。高校通算40本塁打。打撃力を評価され、2001年にドラフト4巡指名で、日本ハムファイターズに入団。 二年目の2003年から二軍でレギュラーをつかんだが、一軍に昇格することはできず長い二軍生活を送っていた。2007年は北京プレオリンピック野球日本代表に選出され、主に二番打者として打率。500の成績を残した。2008年4月15日、プロ入り7年目にして、初めて一軍選手登録され。 4月19日の福岡ソフトバンクホークス戦に初先発出場し、第1打席でプロ入り初安打となる本塁打を打った。試合後のヒーローインタビューでは、なかなか目が出ないながらも期待し続けてくれた球団に、感謝の意を述べると共に涙を流した。2009年7月7日に再度一軍昇格し、7番、左翼手で即先発出場。第1打席に本塁打を打ったが、 これにより2年連続で、その年の初先発出場試合で、第1打席に本塁打を放ったことになった。2009年10月26日、現役引退が発表された。通算安打数は、わずか4本ながら、本塁打が3本、しかも大場翔太、岸隆行岩隈久しと、エース級か、その時点で絶好調だった投手から打つという、成績だった。 11月15日に二軍マネージャーに就任した。ニックネームはゴリ。入団時に登録名、ゴリを希望したが、日本ハムはシーズン通しての活躍をしていなければ、登録名を変えることを許していないため、ゴリという名称で登録されたことはない。また、2000年から2002年の間日本ハムに所属していた藤崎大輔もゴリという愛称だったため、 佐藤はスーパーゴリと呼ばれ、いつしかゴリが取れてスーパーという愛称の方がチーム内では定着している。ありがとうございます。